どうも、太郎です。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ユニクロ U 最後の購入品レビューになります。ワイドフィット知能をご紹介したいと思います。まあ、正直ですね、最初はですね、全くノーマークなアイテムでして、実際ね、店頭に行って履いてみてハマってしまったパンツがこれだったんですよね。以前もね、ユニクロのインラインのものをご紹介してると思うんですけども、こちらのパンツに関しては同じ知能でも、インラインの知能とはね、シルエットも素材感も履き方もですね、全く別物なんじゃないかなと思いまして、すでに購入したという方もですね、今回この動画コーディネート等も作ってみましたので、そちらもね、何か参考になれればと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。それでは行ってみましょう。早速商品の方を見ていきたいと思います。まず商品名がワイドフィット知能になります。価格の方が税込み4990円となっていまして、カラーの方がですね、ブラック、ブラウン、ダークブラウンという3色展開となっています。で、僕は今回ですね、こちらのブラウンを購入しました。ブラウンと言ってもですね、なんか茶色ではなくて、濃いベージュぐらいの色なんですよね。で、実際ね、履いてみると、皆さんがイメージするチノパンと言われるカラーは、このね、ブラウンになるのかなとは思うんですけども、コーディネートをしてみると、チノパンとはね、また違った印象でコーディネートもできる面白い色だなと思いました。素材の方なんですけども、メイン 100% となっていまして、このチノはね、素材感がすごく独特な雰囲気になってまして、普通のチノよりも、綾織がね、割と強調されてるザラッとした素材感になっていますね。一般的なね、チノパンですと、もうちょっとね、この目が細かくて、もうつるっとした感じの印象なんですけども、これはね、綾がしっかりと入っているので、カジュアル感が強くなって、生地も硬くなるんですけども、実際に履いてみると、柔らかいね、生地なんですよ。ゴワゴワしすぎない感じで、すごくね、履きやすいバランスになっていますね。はい、そしてサイズの方がですね、70から91というね、結構幅広いサイズ展開となっていまして、僕が今回購入したのは79を購入しました。1個下のね、サイズでも全然いけたのかなとは思うんですけども、ワイドのシルエットをね、綺麗に抜けた感じで見せたかったので、ワンサイズ上げる感じで選んでいます。ただね、太さが気になる方はウエストをジャストサイズで選ぶと綺麗なシルエットになると思いますので、そのあたりは試着をした感じで決めていただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、それではですね、簡単に公式概要の方も見ていきたいと思います。ソフトな肌触りのコットンツイル素材とありまして、ワイドなテーパードフィットとあります。太めのベルトループを採用とあります。ちょっと太めのね、このベルトループの太さになってるんですけども、チノパンはね、割とベルトループは細めな印象のものが多いんですけども、これはね、割と太めなループになっていて、カジュアルのね、印象が強い仕上がりになっていると思います。そしてコインポケット、右の袋を出すとですね、もう一つね、小さいポケットがあるという、こういうね、コインポケットとなっています。というわけで詳細はこのぐらいにしてですね、履いたらどんなシルエットになるのかを見てみたいと思います。はい、着用してみました。僕は身長169センチの体重が60キロになりまして、サイズ79を着てこんな感じになっています。まずね、履いた感じの印象を見ると、古着の昔のチノっぽい感じに見えなくもないかなとは思うんですけども、シルエットの方なんですけど、今までのユニクロ U の中では一番太いルーズシルエットというだけあって、結構なワイドシルエットの太さになっています。ただですね、裾にかけてテーパードしているので、太いのは太いんですけども、大人なね、ワイドになってるんじゃないかなとは思います。またも結構深めになっていて、ご覧の通りね、 T シャツとかシャツなどをタックインしてもですね、結構安定な深さになっていると思います。ちなみにね、このパンツはウエストの位置によってコーデの印象がね、だいぶ変わると思っていまして、ハイウエストで履いて、裾をね、たるませないような感じにして履くと、上が細くて下がね、太いような A ラインシルエットにもなりますし、で、こんな感じで腰履きしてね、裾の感じをこうたるませる感じにして履くと、だいぶね、カジュアルな印象のルーズ感になるんじゃないかなとは思いますんで、このあたりはね、コーディネートによってお好みに合わせてウエストのこの位置をですね、変えていただくと、コーディネートの印象もですね、変わるんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで、簡単なんですけども、このパンツをね、使ったコーディネートを僕なりにね、作ってみましたので、よろしければ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。
はい、コーディネートの方いかがでしたでしょうか。このパンツですね、王道な印象があって、最初はね埋もれてしまった感じがあったんですけども、履いてみるとね、結構細かくねシルエットが考えられているワイドフィットという感じで、普通のねチノパンと違う印象でこうでもできるんじゃないかなと思いましたね。で、今回のユニクロ U のパンツの中では、他のパンツに比べるとダントツでね、もうこう安定感というか完成度が高いパンツだなとは思いましたし、少しね重々しい存在感が出てるんですけども、履くとねすごい柔らかいんですよね。シルエットはね太いながらも、どこかね洗練されたというか、綺麗さもね感じるので、大人の方がね履くワイドシルエットとしてはですね、ワードローブに一つ入れておいてもいいパンツなんじゃないかなとは思いましたね。はい、というわけでですね、これで僕のね購入したユニクロ U のレビューは全部終わったんですけども、前評判のように過去最高のコレクションとは思わなかったのが個人的な意見だったんですけども、僕がちょっと厳選して購入したものに関しては完成度がね結構高くて、しかもね長く愛用できるものだったかなとは思いますので、そういった意味では当たりなコレクションだったかなと思っています。このね動画をご覧いただいているね皆さんはね、今回のユニクロ U 購入したものは満足した内容でしたでしょうか。もしねよろしければそのあたりもですね、気軽にねコメント欄にコメントでもねいただけたらと思います。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画がもしいいと感じた人はですね、高評価ボタンとチャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日の動画はねこのあたりにしまして、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。